なんでみんなあれさあ、シャガパン食らうとライト出すのかな。あのハウリングめちゃくちゃされてるから投げ多めで、キング使ってて投げ抜けができない、まさかそんなキング使いがいるなんて俺は初めてだね。そんなザンギーフ使ってて、いや俺ちょっと投げとか嫌いなんでとか言ってるようなもんよ。キング使って生の投げ抜けられないわね、ダメよ。アスカ使って、いやちょっと当て身とかイラつくんでやめてもらっていいですかとか言ってるようなもんだから。あ、近い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 、レオ使って壁までの距離わかんないとか言ってるようなもんだからね。何のためにレオ使ってるのかな。欺けても俺は欺けない。これマイナー9になったんだって。ジャブ、カトゥーさんはジャブから段しゃがみしてたね。うわ、壁強まで持ってくる痛いやつ。大体分かった、 95% ぐらい分かった。いやごめん 90% 言い過ぎた、 85% にしといて。現状アリサマイナスフレームがプラスだから、マイナスはプラス、プラスはプラスだから。うわすごい、うまデストロイモードを解いてからコンボつながってた。今本物アリサだ。ヒット角、いやー立ちなんだよなこれ。レオ今までさ、あれガードしたらツースマ肩が入ってたから結構なダメージ取れてたわけですよ。クセでなんかそっちの方が遅い方がいい。ごめん 75% しか分かんない、4分の1だから。 75% 分かっても4分の1で負けるから、ただ4分の3で勝てるじゃんけんなんで、もうアイコでも俺の勝ち、勝ちは勝ち、分かった。 85% ぐらい分かりました、カトゥーさんが。え鉄拳7からそれしゃがめた試しがないんだけど。あーなんかいいとこない、いいとこないよ。やべ最大限やべ、いいとこあったけど、ただの運なんだよな。あんまりしゃがみガードはないね。ほうブート移行するかしないかは、トリマ発動するようにした。むず角度、カトゥーさんのタイミングと、なんで被弾してるかは分かった。カトゥーさんの動き出すタイミングと俺のタイミングがやっぱ相性ってあるから、ハマってるぜって人とは別に、今度俺がカトゥーさんの動き出すタイミングにすごい合わなくて、出たこれ何回俺切り抜き動画にしたと思ってんだよそれアリサ使いの遺伝子に組み込まれてるシャガパンを食らったらライジングトゥーキック出ましたね。次浮かせるからな。シャガパンの後ライトゥーか、アリサ典型行動ね、シャガパンの後ライトゥー。シャガパンじゃないと止められないから、とりあえずシャガパンを出すか出さないかの2択って部分がめっちゃあるのよ、デストロイモードの時だから。シャガパンを食らい慣れてるから、シャガパンを食らったらもうライトゥーを打とうっていう脊髄遺伝子に埋め込まれちゃってる人が多いのね、アリサって。シャガパンの後のライトゥーをどうするかっていうのを考えておいた方がいい。でもね、アリサのライトゥーかがんでるからね、こうなるのよ。ちょっと待たないといけないんだな。あーでもちゃんといけるわ。いや、なんかかわいそうじゃない？ちょっとね、引いてないよ今。空中だったの？シャガパンを与えたら、横歩きして、ちょい待ち武闘金形でいいんだ。これ、中段キックがいいよ。負けるつもりはない。しゃがまない。とりあえず発動するようにした。近い。やばい。本気でやばいこれ。13。本気やば。ナムコ。あぶねえ、いたありがとう。未来研究所。パズルのピースがなくなっちゃった。噛み合わねえ、マジ。ねえ、聞いてんの？え、これどうすりゃいいの？わかんない。こんがらがってる。プラ3。何回勝ってんだよ。2位だったら、2位のレオだったらもう30回ぐらい勝ってる。しゃがまね。え、俺キャンセルしてる？聞いてんのね。典型的なアリサだった、カトゥーさん。
見くびって、本物アリサだと思って俺は見くび、見く、いや、大きく見てたよ。一旦ね、これわかんない、やべえ、補正切りになりそう。聞いてんの、聞いてんの、全然ね、これぐらいやっぱさ、盛り上げないと、ほんと、やめてくださいプロデューサー、盛り上げるために。こういう台本書かないでくださいよって、今言ってるから。びっくりしたよ、ほんとに。俺も今びっくりしてんの。いやー、やべって思ったの久しぶりだね。え、やべって何？人間ごときがなんか、やべって思うけど、辞書調べないと分かんないんだけど、やべってどういう心持ちなのね、聞いてんの。あ、そういう感じね。人間は失敗した時にやべって思うんだ。そん、下等生物だね。シャガパンから、背面から、これもう、カートゥーさんには、シャガパンを入れるゲームになってるから。もうシャガパン入れマシーンだよ、俺。シャガパン、はい。あれ、ね、しっかりして。しっかり、しっかりして。わかんない、わかんない。一旦ね、ちょっと、一旦ねすぎる、これ。一旦ねすぎる。安すぎねえか、これ。まあ、発動があるからさ。これ相手は、あれ打ちたいよ。すぐスマッシュ打ちたいから、それをね、ほら、近づいてきてすぐスマッシュ打ちたいんだから。もう時間ないですか？わかります？時間っていう概念があるんですよ。ヒート、時間っていうね。システム、ちゃんと覚えてもらえます？はい。これパズルのピースだから。こういうのが発動するようになった。偉いぞ。おぉ、うまい。なんか、このレオうまそうに見えてる。おぉおぉ、派遣ゲーじゃないこのゲーム。面白い面白い面白い。パズルのピースが分かると、もしかしてこれ、なんか、一人用だけで、座学で面白くなるゲームだったの？対戦ゲームだよ、これ。シャガパンを当てれば、勝ちのゲーム。カトゥーさんにはシャガ、もう、前ダッシュシャガパンとかしちゃおうか。前ダッシュシャ、生しゃがみシャガパンとかしちゃおうか。そうするとライト出してくれるから。シャガパンを当てるゲームになってるよ、カトゥーさん。大丈夫？もうシャガパン打つまでもないの？ヒット角、ヒット角、どこ行った？シャガパンを打つまでもなかったか。俺の引き出しはまだあと108つぐらいあったから、2つの引き出しで開けたら、1つ目からビスケットが1つ、2つ目の引き出しを開けたらビスケットが2つ、くー、3つのビスケットで倒せちゃった。これは派遣ゲーですね。カトゥーさん、お前にも家族がいるだろ。シャガパンを食らった時にライトを出す遺伝子情報を組み替えるんだっていうような勝ち台詞だったからね。典型的な。なんでみんなあれさ、シャガパン食らうとライト出すのかね。アスカはね、あんまり絶対これはないけど、一番多いのは、レイ使い。レイ使いにシャガパン与えると、ツルライト打つ。同率ぐらいで、アリサ使いにシャガパン与えると、ライト出す。これはマジで、アリサ登場の BR から、15年変わってない。遺伝子になっちゃうみたい、あれ。俺、ほらシャガパンの後アリサライト出すよで左歩きでかわしてたけど、武闘金剣入れるのに一瞬待たない。アリサあれかがんでて、ちょっと ふんわりしたところじゃないと上段が入る。最強目指して突き進め、何回も打ってって、倒れかけて負けらんねえ戦い、俺らの拳が語るストーリー、伝説刻むぜ歴史に。